面白いことをいかにやってるってことを考えるってことと、それをアピールするってことが大事だと思いますね。熱血コンサル基礎産業。コロナが落ち着き、これから銀行も新規開拓先を見つけていかないといけないかと思いますが、これから資金調達の間口を広げていこうとする中で、これまで取引がない銀行から新規取引先として訪問してもらうためには、どのようなことが必要になりますでしょうか。自分から積極的に銀行に訪問すること以外にポイントがあれば教えていただければと思います。これはあれだよ。新聞に出るしかないんだよ。銀行員は SNS 見ても全くこう反応しないっていうね、ちょっと今危なかったね、やつが多いんだね。みんななんか新聞に出るのが難しいって思ってるけど、意外にできるんだぜ。なんか、特に県庁所在地に住んでる人、県庁所在地行ってね、自分で記事書くのよ。県庁記者クラブって知ってる？あそこポストインすればいいんだよ。もしあ取材来るやろ、もしあその新聞出るじゃん。そしたら大体その支店長とかが見るんだよね。もうこれいいなと思ったら、そういう新規開拓先に行くみたいなのがいいかな。あと地元のあるじゃん、ビンゴ経済リポートみたいなのがあるんだけどね。そういう地元紙にたくさん出るっていうのも大事かな。地元紙にたくさん出てると、いろんな地元の銀行とかがこうアタックしてみようみたいなことあるかもしれん。俺も見てたもん。新設法人一覧とか、あんなんまで見てたからな。それで訪問してたっていうことはあるか。開拓担当がいるんだから間違いないよ。だから今の話でいくと、自分でやっぱりそういう目立つところに出るっていうか、目立たないと何もできんからね。飲食の人だったら、そういう交際的なこう日頃の交流を図るようなクラブみたいな作ってっていうやり方もあるんだけど、やっぱり周りから見てこいつ面白いことやってるなっていうふうにどう思わせるかっていうのが大事なんだよね。そのためにはやっぱりそのメディアに出るってことが必要なんだけど、そのメディアに出るためにはやっぱりそういうなんかね、もうこれ今日ほんま有料級よこれ。まさしは今あえてやってないけどね、 SNS 主流だけど、でも昔はこういう指導をやってた。だから地域戦略を必要とする会社っていうのは、県庁記者クラブにどんどん自分とこんな面白いことやってるっていうイベントの記事とガンガン入れてさ、ほんで見に来てもらう。っていうふうにしたら定期的にこういろんな取り組みやってるってことが出るから、ほんならその銀行が開拓しに来てみたいなことがあるかな。だからやっぱり面白いことをいかにやってるってことを考えるってことと、それをアピールするってことが大事だと思いますね。僕らが現役の銀行員時代って、地域の経済誌みたいなところに新設法人みたいなページが必ずあって、会社ができたらとりあえず誰か行ってこいみたいな感じで言ってましたよね。特に面白そうなやつがあったら、線が引いた状態で支店長が回ってくるんだよ。課長と俺とで行くんだよな。だから開拓担当は結構それ行くの日課だったからね。日課ウイスキーだよね、ハイボールだよな。面白くないね。あれ、竹鶴と日課って未だに区別つかないよな。いや、広島の人だからね、俺はね。やっぱりこう、周りから見て目立つようなところに出るっていうのは非常に大事だと思うな。うちみたいなコンサル会社だったら、やっぱり面白いことやってるって、記事に出たりとかするっちゃするんだけど、だからって言って銀行との取引が始まるってことはないんだけど、やっぱ地域に必要とされるとか、福祉施設とか、医療とか。飲食なんかもそうだよね。俺がね、こんなのやったら面白いんかなと思うのが、男の人のシニアの料理教室。で、そのね、お困りごとって何なのかっていうと、奥さんに先立たれた時に自分で何にもできないって人が多いんだよ。で、そこをフォローするために毎日の献立を考えたり、コミュニティを作ったりっていうような料理教室をやってるとかね。多分絶対周りやってないと思う。だからそういうのをやってるってことになると、あ、これ地域貢献してるなってことで取材が来るとかね。例えば、そんな感じ。そういうことを考えて、記事を作っていくのがいいのかなと思うね。そうすると、やっぱり、あ、これ面白いことやってるな、思って銀行が来るって。銀行が来るときに、やっぱり融資の取引をしてもらいたいと思うと、最初に、一番最初にやることって中で取引先紹介してくれたりということがある。その辺まで考えながら、やっぱり記事をどう上手に書けるかどうかっていうのが大事だと思いますね。新規に銀行を開拓する上で、やっぱり訪問を待つというよりはこっちから攻めていくっていうのが早いし、その希望の資金調達もできるような感じはするんですけど、やっぱりどっちがいいと思いますか？訪問した方がいいのはいいよね。障害係と出会うっていうことの方が大事かな。融資係ってやっぱりどこの銀行もやっぱ守備の部分をやってるってイメージだからね。多く融資をするってことはあんま考えないと思うから、
まあ、それ融資係も平均残高のノルマとか課せられたりとかするんだけど、大体まあ新規先で小さい融資っていうのはあんまりこうやりたがらないよね。 H 銀行なんかもそうだもんな。新規先やるっていうところだけしか、もうそれとその融資とそのボリューム稼ぐところ違うからね。それこそあれだよ、あのパン作ってるとこ行ってからね、もうお願いしてお願いして、もう煙が出るぐらい頭を床にこすりつけてお願いして、チンパンジー金利で借りてもらうみたいなね。そこと来るところを厳正に審査してみたいなのが違うから、こっち側の方に入っていった方がやっぱたくさん融資が出るっていうのがあるから、そこに出ていった方がいいと思うから、だから今のその先輩方の会社にその銀行を紹介してもらうっていうのが一番いいと思うよ。俺アプローチして、お金借りたいんだけどってわけじゃなくて、保証協会枠の残高もまだほとんど使ってないんだけど、今後やっぱメインをどこに持っていこうかって思ってるとかね、例えばだって言ってもらうんだよ。それでなんか紹介してもらって、そこの銀行とお付き合いを一回始めると。右手が痛くなるぐらいいろんなノルマ組み合わされるけど、ね、よく気付けときにさえよ本当に本当にだけど、まあそれはそれでね、まあ将来またいいこともあるから、ぜひお付き合いいただけたらというふうに思いますね。先輩の会社もそうなんですけど、会長が銀行員時代って税理士の先生からこの会社の社長と会ってくれみたいな感じで紹介したことが多かったですよね。多かった。俺税理士ものすごい待ってたからね。我らが水害と渋滞の町三原市の税理士の 40% くらい俺は訪問してたと思う。上から全部もう見るね。顧問先数どんぐらいあるんかとかね、こっちでいろいろ見てって、税理士会とかの規模感とかね、そういうのを大体見ていきながら、で上から順にこう追っかけてってみたいな。でその中でも税理士の中でもこの新派税理士とそうじゃない税理士と、もうさらにこう悪いというか、こう付き合いが関係が悪化しているところっていうのは大体3種類ぐらいに分かれるんで、そうするとまあそれぞれの顧問先の対応が違うんだけど、僕4割ぐらいのところはもう徹底的に言ってたもん。ひどい時にはそこの一員みたいなところあったお昼食べに行こうや山本くんとか言ってね、俺用の机用意してくれとるとことかあったよ。あここでなんか事務しなさい、そこで雇るところで後ろから来るんで、なんかこのお客さんがねとか言って、あこれはねみたいな制作金融高校まだやってんのかな、あの一日高校っていうのがあるんだよ。一日制作金融高校の人が来てから受付してくれるね。そこの机をまさしが使ってたということもあるまあ割とよく進行してたよね。だからそういうふうに開拓担当のやっぱりレベルの高い低いっていうのもあると思う。だけどやっぱり税理士の先生とかから紹介してもらうっていうのもありかなと思う。税理士の先生もやっぱりコンサル業務っていうのを今後やっぱりやっていかないといけないって思うから、まあそういう提携をしたいと思うようなとこあったら声かけてみてね。うちは銀行以外の資金調達ってとこ軸を置いてるから、あんまりあの銀行ここを紹介してこう紹介してっていうことはもう今後あんまりやらなくはなるんだけどね。何か絶対お役に立てるところがあると思いますね。まあ今日のまとめなんだけど、目立つ面白いことをやる、これが大事。攻めに行く記者クラブに行くのもいいの、でもやってることが面白くないの。俺もだって独立した時は山本っていう面白いやつがいるっていうふうにものすごく思われてたからね。東京出てからやっぱり より目立つようになったのかな。周りから見てこいつ面白いそうなやつだなというふうに思われる人になるっていうのが一番答えだと思います。じゃあそれってどうしたらなれるのってことでしょうね。そういう面白い人をたくさん見るの、そしてまさしと日頃会ってね、まさしを見て勉強するのが大事なんだよねということで、あの今1万2000円のメンバーシップやってます。あの1ヶ月に1回1万2000円で4人職務で日頃のことっていうのを話し合ったりとかいうことをやるんですけど、今結構成果出てる人もいるんですよね。僕としてはすごくまあありがたいというかね、嬉しい話ではあるんですけども、今後ね2つちょっとクラスを多く設けようと思ってて、補助金の制度大きくあります。で補助金を取りに行く、補助金通ったけどお金借りれなかったとか、新しいこういう補助金売上が上がってるけど今度は補助金出るからね、だから事業再構築の勉強するとかね、そういうクラスと運用ね、高橋雄一さんも言ってたけど、銀行のスカートが短いおばちゃんの言うことを聞いとったら取られるばっかりよみたいな言ってたけど、そこの部分他にこういい運用の話がないのか、例えば減価償却とか、ね、
そういうふうな話を話し合うようなクラスというのも、まあ、別に設けていこうというふうなのがあります。今50社ぐらいいるんですけど、60社ぐらいいるのか、この動画出るとき。多分80まではできると思うから、お気軽にお問い合わせいただければと思います。この社の概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせいただけとご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。それで今ね、資金繰り困ってるとかね、赤字体質から抜け出したいとか思ってるような方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。